今回はベジタブルワックス SS1 の処方への応用についてご紹介いたします。リップバームの処方でベジタブルワックス SS1 を含む場合と含まない場合で光沢感を比較しました。ベジタブルワックス SS1 を含む処方では含まないものに比べてツヤ感が出ているのが分かります。同様に口紅の処方でも光沢感を比較してみました。皮膚に塗布した様子を見るとベジタブルワックス SS1 を含むものの方が付きが良く光沢感のある様子が分かります。屈折率を計測したデータにおいてもベジタブルワックス SS1 を含むもので高い値を示しています。またベジタブルワックス SS1 は滑らかさや滑りやすさを付与し使い心地を向上させることも可能です。実際に摩擦系で計測したデータがこちらとなります。